3ヶ月で250万売り上げることができました。早く行きたければ一人で行けっていう、遠くに行きたければみんなで行け。すごく運命は感じます。多分 4,50 はあるじゃないですか。全部見えるんですね、ここから下の。こちら通りの方です。トイレが広すぎる。広っ。広っ。確かに確かに。これ一サロン分ぐらいありますね。ああいう柄とかは出来上がってて、そんなんだったの。お客様が飽きないように。上の階はちょっとシックな感じになってます。結構かっこいい感じになってます。テーマに白黒で作れて構成されてるんですけど、 あちらがカラーブースになってます。まあ、これもそうです、敵立たせるために全て白黒で統一してる感じ。なるほど、はい、でビップルームもめちゃくちゃ広くなってるんですけど、ビップルームめちゃくちゃゆったりした空間になってます。あ、すごい広いっすね。めちゃくちゃ広いんですよ。これ一家族余裕で全然いけちゃいますね。いけちゃいますよね、はい、すごいな。こんな感じでテニススペースはここだけですね。あ、そうです、もうこちらはもうフリースペースなのでこだわりに、はい、こだわりにお手洗いに行きたいと思います。お手洗い、はい、お手洗いは本当にすごいんで。あれ何がすごいんですか。じゃーん、広くやばくないですか。広くジップルームぐらいあるって。そうなんですよ。これやってる最中に開けられたら終わりです。あ、終わりです、もう隠れないの で下は、まあ、そのアイドクと大阪も、まあ、光が入ってナチュラルで優しい雰囲気を元に1階もまず作ってあるって感じです。はい、はあはあ、はい、どこから行きましょうか。え、じゃあ好きなスポットから。好きなスポット、まずですね、はい、この入り口がかなり扉が開くなっておりまして、はい、かなり開放感があるんです。なんと入り口だけでまず100万円かかってます。100万、はい、まず、まあ、あの大きい特徴的な明かりと、はい、まあ、そっちで使ってるんですけど、あの特注のテーブルですね、大きめのあれね、あれです。もう あれでもう100万ですね。あのお手洗いぜひ、はい、いいですか。私結構お手洗い好きなんで。お手洗いフェチですね。お手洗いフェチなので、ここもまた1階とは全く違う雰囲気になってます。ぜひ。めちゃくちゃ広いですね。すごいですね。だって机あるし、このスペースですよ。こんな感じです。え、すごい。何でもできちゃいますので。え、私これすごく気に入ってますね。綺麗。ここは映えスポットです。めちゃくちゃなんかこう全体的にゴールドなイメージ。そうですね、おしゃれな、かわいいですよね。全90坪ですね。全、はい、多分 4,50 はあるんじゃないですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます、相変わらずの元気を見せすごいのです。おめでとうございます。やばいでしょ。お疲れ様です。9月1日オープンコンビ。お疲れ様です。お疲れ様です。思い起こせば、3年前ですね、僕一人で立ち上げましたアイドットなんですけど、こんなに大きくするつもりがなかったです、正直。けどなぜ店舗展開だったりとか、あのスタッフを採用したかというと、どうでしょうか、皆さん今日店舗に入って感じてると思うんですけど、この木
僕あの気を結構大切にする人なんですけど、人は誰とどこにいて何をするかで影響を受けて生きています。そして重要なのは誰とどのように生きるかを選択できるということです。暗くネガティブな人や否定的な人、あの上げ足を取る人と生活をしていくか、それとも明るく澄み切った心の人、素直な人、否定することなくいつも希望に満ち溢れている仲間、そんな人と出会い、僕は一人でするよりももっとたくさんの、あの愛をお客様だったりとか僕の身近な人たちにも振りまけるようになったらいいかなと思って、一人じゃなくこのような店舗展開するように心に決め今があります。僕も30分前ぐらいに東京に着いて初めてここ入りましためちゃくちゃ綺麗なんで上の隅々まで見ていってもらえたらなと思いますので。彼がさっきシェフです。イケメンですね。いやもうイケメンすぎてめちゃめちゃイケメンなんですけど、なめここ撮ってんねん。めちゃめちゃ恥ずかしい。魚に魚がタンポポに包まれ、タンポポめっちゃ美味しい。上と下と全然雰囲気違う。違いましたね。下は菊池さん曰くナチュラルって言ってました。でも僕は知らないです。さっき 横並びで代表4人で喋ってたんですけど、やっと回収できた感じがありますね。伏線を、そう、あの伏線をやっと回収できましたね。道頓堀で岩さんめっちゃ喋るやん。大成君もうよくね、ネハンにもあったね。ワンちゃんと散歩してたまにあの見えるんだけど、はい、お客接客してて、うわ、大成君いると思いながらなんなら僕いつも席でお客さんのカットしてるから、僕の席の窓からこうやってワンちゃんやってるスーピン、いや、これ多分いい感じで動画してる。あー、スーピン。相談したいことがありまして。どうしたのよ、ヤバくん。最近うちのオカンが行きたいサロンがあるらしいんやけどな。どこ？その名前を忘れたらしいねんな。オカン美容師の名前忘れたの？どうなってんの、そんな。なんかいろいろ聞いたんやけどな、全然分からへんねんな。オカンの、オカンの美容師一緒に探しとるからもう。
こんなにもありがとうが溢れる環境は当たり前ではないですし、他にはないくらいです。背中で見せられ、背中で見せようと頑張れるお互いが切磋琢磨し、愛が溢れるサロン、そういった環境でありながら、僕もアシスタントでありながら、1ヶ月の店舗売り上げ120万、3ヶ月で250万売り上げることができました。1842年から始まった地の時代、産業革命、お金がある人が力を持つ時代が時を得て、2000年代から始まった地の時代末期、IT とかインターネットがどんどん発展して、人々は個人の自由と権利、平等性を強く求める時代になりました。そして時代の風潮の変わり目には大きな話題があって、新時代へのまた新しいシフトが始まります。約200年ごとに変わると言われている時代変化、2020年から風の時代となり、これからは知性と人との関わりが影響力を持つ時代にシフトします。改めて4代表のポンさん、三輪さん、菊池さん、伊勢さん、そして今日ここにいないんですけど、国さん、長野さん、まだ短期間ですが、美容プラスアルファのことを教えていただきありがとうございます。それとオープンやお店のためにお忙しい中、本当にありがとうございます。この場を代表してお伝えさせていただきました。本日は本当にありがとうございました。以上、アイドット東京竹沼ディです。ありがとうございました。アフリカの人のことわざで、多分皆さんも耳にしたことあると思うんですけど、早く行きたければ一人で行けっていう、遠くに行きたければみんなで行けっていう話あるじゃないですか。であれ僕すごい好きで、なんかみんなと一緒に行くのがいいなと思ってたら来たんですけど、なんか最近それも自分の中では変わってきて、それ何かっていうと、一人で行った方が早く行けっていうけど、みんなで行った方が早く行けるんじゃないかなってすごい感じるようになったんですね。それは例えば美容師さんのプレイヤーだとしたら、どうやってやったら売り上げ上げるかなっていうふうに話し合ったりとか高め合ったりとかした方が前に進む推進力も早いですし、経営者の人だったら経営の話だ僕ほとんど経営しないんですけど、山内さんがやるんで、なんかそういうのとかも高め合ったりとかした方が早く進むんじゃないかなと思ってて、菊池も僕一緒にどうしてもやりたいなと思って、半ば僕が口説き落としたんですよ、一緒にやろうって。菊池はあの決断力の鈍い男なんで、菊池を口説くにあたって僕一つもう言い続けた声があるんですけど、あの菊ちゃんに常に言い続けたのが、4月のタイミングで来なかったんですよ、決断できなくて。人生最大の選択ミスをお前はしたって毎日言い続けたんですよね。ずっと言われ続けて、ずっと断り続けてたっていう、もう僕の中ではもう絶対行かない、絶対行かないからって言い続けてきました。まあ、その時はそれが絶対正しいって僕は思ったんですけども、やっぱ来て大正解でした。企業業界を根本からいろんなところをこう変えていける、そんな思考を持っている3人だったんで、決断してきたんですけれども、それがこのメンバーだったら叶うんじゃないかなって思ってます。はい、 OK。フォロワーがたくさんいる美容師さんの前で、これ意思表示なんで、この3人が言ったことが意思表示で、これをみんながどういう風に証明していくかが美容業界を変えるんで、僕ら4人じゃ正直変えれないんで、それを徐々に形にしていって、で常に今日来てくれた人たちが勝つような道、お客様も美容師さんも家族もみんなが勝つ道を自分の判断基準にしてもらえたら、すごく運命は感じます。運命はめちゃくちゃ熱いものは、それが今日ここに繋がってたんだなっていうのが多分僕が一番感じてる。まあでも本当単純ですけど、人生一回だし、自分の人生だしっていうのは強いですよね。岩倉いる、え、一世くんいる、え、トリちゃんいるっていう、ワクワクはずっとあるんです。だからみんなまだ売れてる人たちに聞いてくれるんです。ストイックさももちろんです。本当に周りが見ないんですよ、内緒も見るんです。